テレビ初登場、漫画家集団のクランプ。1989年聖伝でデビュー以来、マジックナイト、レイアース、X、チョビッツなど次々にヒット作を生み出してきました。またカードキャプターさくら、現在放送中の翼クロニクルなど11の作品がアニメ化。年齢性別を超え幅広いファンに愛されています。現在までに21作品を発表。単行本の売り上げはなんと8800万部。デビューから16年、謎に包まれてきた4人の素顔が今明かされます。はじめまして。よろしくお願いします。お疲れ様でした。今日はすごいトップランナーですね。もう女性だらけ、本当に男性一人じゃないですか。そうそう、女だらけが作るのはもう水泳大会か今日のトップランナーぐらいしかないですからね。珍しいですね。すごい企画ですね。どうしてテレビに出られようと思ったんですか、うん、今まで15年間出られてなかったのに。そうですね。最初本当にもうずっと、作品書いてて出る必要もないかなとは思ってたんですけど、やっぱりね、あんまり出ないと今度こう、皆さんの想像の方がこう先行してきちゃって、はい、女の子4人で漫画書いてると本当にどういうのなんだろうとか、外に一本も出ず本当にみんなお揃いのジャージかなんか着て、こう書いてるんじゃないかみたいな風に思われてしまって、ちょっとこのまま行くと本当になんか謎の生き物みたいになっちゃうので、だったらいっそ、写真とかテレビとかで、まあ、そんなに変わった生き方をしてるわけでもないというのを、ちゃんと一回皆さんにお話した方がいいかなと思ったのが、はい、きっかけです。謎だらけですからね。本当に。今日はちょっと少しずつでもね、創作の秘密をいろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは。改めて自己紹介の方をお願いします。はい、リーダーで、お話の方を作っています大川です。作画担当のもこなです。よろしくお願いします。お願いします。作画とデザイン担当です。五十嵐さつきです。で、作画を担当しています猫井です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。皆さんこう衣装もね、バラバラですね。バラバラですよね。そうですね。あんまりそういう意味では、プライベートで、趣味がすごく合うとかっていうのは4人はあんまりないですね。趣味も全然違いますから。うん、趣味が違う、はい。好きなものが全然被ってない。被らないんで。ちなみに趣味は何なんですか？もこなさんは。あ、私はもう今は、お裁縫とかそういう。お裁縫家庭的ですね。何を縫うんですか？いや、もう着物を。ハイル縫い付けたり、その程度なんですけれども、なんか小物を作ってみたりとか、そういう感じですね。お母さんは？私、とても映画が好きなので、はい、ただ好きな映画がやっぱり他の3人と被らないので、はい、やっぱり映画見に行ったりするのも4人で一緒にはほぼ行かないですね。見たい映画違うんですね、もしも行ったとしても。はい、ジャンルはどんな感じですか？私、ホラー系とかサスペンス系がとても好きなんですけど、特に五十嵐が怖がりで見れないんですよ。一緒に見てくれないの。なので。いかがですか？今ちょっと休みですが、熊を作ったりとか、熊のぬいぐるみですね。すいません。語弊があります。熊の。すごいですね。ちょっとね、想像しづらかったんで。失礼しました。どのように制作してるのかね。ちょっと緊張してるのか。熊ってちょっと。熊のぬいぐるみを。五十嵐さんは？最近はちょっとゲームにハマってたりしますけど。ゲーム？ゲーム。最近お気に入りの一本っていうのは何ですか？最近は、そうですね。一番もう何回も何回も自分でも呆れながら何回もやってるのは、新女神転生というゲームなんですけど。何回も転生されてるんですか？そうですか。もういかに。人生のようですね。人生のようにやってますね。このクランプのですね、単行本の総売上数。はい。8800万部。万。これ、なんすか？印税にするといくらぐらい？ぶっちゃけますね。ごめん。それ1万目にしてちょっとストレートすぎました。失礼しました。これ、なんか自分たちが8800万部売れてる、
作家なんだっていう、なんか意識みたいなのあるんですかね、実感。いや、だってきっとタレントさんとかだったら、お外に行かれたら、話しかけられたりするでしょうけど、誰もこう、作家はわからないですからね。いや、特に今まで秘密に。ね、そうですね、本当に写真とか。でも、はい、もし漫画家さんの写真とか見てもなかなかわからないですよね。だから、本屋さん行っても、積んであるのは見るんですけど、買ってる人を見たことがないです。そんなのもう5分ぐらい隠れてればもうどんどん。いや、でも本当に、遭遇しないです。きっと、3人ぐらいですよ、今まで見たことある。それどこの本屋さん自分の本屋さん。隠れた商店街とか。いや、本当に。うん、だから、あんまり実感がない。電車の中で立ち読みしてらっしゃる方もほとんどいない。そうですね。でもさすがに今は、週刊誌に書いているので、そしたらサラリーマンの方とか普通にこう見てらっしゃったりしますけど。でもそんな8800万部も売れてる人は電車に乗るんですか？いや、乗ります。普通に乗りますよ。へぇー。免許持ってないですよ、私たちに。一人しかいないので、免許持ってる。移動もっぱら電車で。電車ですよ。ファイヤーとか来そう、ね、ヘリコプターとかね。ヘリコプター。ありそうじゃないですか、なんか。あれはもう。ないんですか？プライベートジェットみたいなね。なるほど。へぇー。現在、週刊誌に連載を2本。これは、どんなに大変なことなんだろうっていうのが、ちょっと私たちには想像はつかないんですけれども、週2回締め切りが来る。週間に2回来る。そういう感覚でしかないですね。その1本の作品にかかる時間ってどれくらいですか？今、週刊は2作で月刊が1本なんですけど、はい、片っぽ19ページ、あ、20ページ、はい、片っぽ14なので、日数は違いますけど、やっぱり1日かけて、5、6枚なので、それに一番最初の、なんて言うんでしょう、こう原作っていうのが買って、あと絵コンテっていうのがあって、はい、下書きしてペン入れて、トーンを貼らなきゃいけない、作品はトーンを貼ってベタ塗ってとかいう作業なのか、延々週に2本来て、月に1本来る感じですね。うん、休みがどうなっちゃうんですか？休みどれくらいでしょう？月に、2週に1回。2週に1回あるかないかぐらい。各週に1回。ぐらいですね。それを、1日に大体何時間ぐらい来るんですか？朝10時。朝10時か11時にスタジオに来て、はい、お昼は食べないんですね。家で食べてくるんで。で、5時か6時に夕飯を食べて、はい、夜の12時くらいですね。はい、に終わります。で、今はスタジオでバラバラに住んでるので、で、お家に帰って、まあ、それでも、クマを作りたかったり、ゲームをしたかったり、着物を縫いたかれば縫うという感じですね。意外とこう、地味にというか。いや、むちゃくちゃ地味な作業ですよ。ね、外に出かけないんですもんね、スタジオにずっとじゃあいて。そうですね。ご飯の時間っていうのは、なるべく外食するように最近はしてます。そうしないと本当に外に出なくなっちゃうので。ここが去年引っ越したばかりのクランプの仕事場。およそ40坪のオフィスは高級感漂うインテリアに囲まれています。漫画家の仕事場のイメージとは違う落ち着いた空間。しかし本棚には漫画を描くための資料がぎっしりと並べられています。これはリラックスの必需品。この日は現在連載している作品翼のストーリー会議中。翼なんですが、そろそろ脱落者をガーンとメンバーに誰か連れさせる。ユズリハが後ろに犬をこうケンケンに言われたことでしたけど、そうするよって思ったの。中部に行ってるよ。いよいよここから本格的な作業が始まります。4つに仕切ったこのスペースが作品を生み出す心臓部です。実はクランプの仕事は完全分業制。それぞれが仕事を分担し一つの作品を作り上げています。
大川あげはさんが担当するのは原作作りとデザイン関係。今執筆しているのは青年誌に連載しているホリックの原作。大川さんは原作を脚本の形式で書いていきます。小説で書いちゃうと感情表現のとがきがいっぱいになっちゃうので、どっちかっていうとこう、なんて言うんでしょう。脚本の演技がこういう風ですっていう、こう、演技指導に近いので、脚本の方が書きやすいは書きやすいかもしれないですね。そして、もこなさん、猫井さん、五十嵐さんの3人は作画の担当。ホリックでもこなさんが担当しているのは小回りや構図を決めていく絵コンテ作りとキャラクター作画です。大川の方からだいたい原作に悲しそうなんだけど、でもこの時こういう背景がありましてみたいなのが書いてあるので、じゃあ悲しそうでもこういろいろあるなとか思いながら、役者さんに演技をつけていくのもしつつカメラマンみたいにこうカメラワークを撮りつつ、猫井椿さんはキャラクター作画や背景、仕上げを担当しています。猫井さんのブースには作画に使う画材や仕上げに使うスクリーントーンが並んでいます。今描いているのはホリックで人気のキャラクターモコナ。作品によっては猫井さんが絵コンテを担当することもあります。そしてもう一人仕上げを担当しているのが五十嵐さつきさんです。五十嵐さんはこの他に単行本のデザインも手掛けています。想定の原版作ったり、まあ、デザインももちろん文字指定とかもやりますけど、クランプは16年間アシスタントを使わずに4人だけで作品を作り続けてきました。おしゃれな職場じゃないですか。スタイリッシュですね。もう時はそうなんていつの時代やって話ですね。なんかね、みんなで畳に座ってねみたいな感じはないですよ。流し台で体洗ってるなんて雰囲気はどこにもないですもんね。すごい。先ほど出てましたけれども、ストーリーを担当されてるのが大川さんです、はい、もう完全にお一人で作ってらっしゃるんですか。大体の腰というかストーリーの元は全部作りますけど、はい、例えば今やってる連載のやつで、まあ、レースの部分があるんですけど、はい、誰が最後に勝つかは決まっている部分は全部決めてあるんですけど、はい、細かく例えば今誰が脱落してとかいうのはみんなで相談して決めたりはします。そういう作戦会議はリビングみたいなところでするんですか？あんな行儀よくはやんないですけどね。だいたい飲みながらとか食べながらとか。ぜひの仕事は昼間から飲酒 OK なので。大丈夫なんですか？昼行は暑いしいい感じだからシャンパン抜いてとかってよく言い出すじゃないですか。昼間から一番飲む方ですか？一番好きですね。一番好きな、ね、シャンパン抜けシャンパン抜けってシャンパン好きなんですか？結果そうじゃなくて、シュワシュワしたお酒が好きなんですよ。何でもいいんですよ。ジンバックだろうがビールだろうが、はい、日本酒が一切飲めないんで。いや、台所の下に日本酒隠し持ってるのは私なんで。誰も日本酒飲まないので、彼女以外は。そしたらこう、誰も飲まないんだったら、こう隠してこうやって飲んで。隠さなくてもいいじゃないですか。シャンパン堂々と脱いでるんですけど。私も言ってますからぐらいな感じで。へぇー。絵は全く描かないんですか？そうですね。どうしても作業的に原作やって作画してる間に次の原作描かないといけない。もう間に合わないので。書かないのと、あと最終的なチェックが私に回ってくるので、私も書いちゃうともう冷静には見れないので、一切触らない。作画をなさってる3人に質問したいんですけれども、先ほど VTR でも出てましたけど、もうちょっと詳しくどのようなことをしてるのかっていう作業分担を聞かせてもらってもいいですかね。大川の方から原作が私の方に来まして、はい、絵コンテというこう、よく映画などにもあります、はい。あれを切るんですね。で、それを下書きを今度は猫石さんととか皆さんにこうみんなでこう
バラバラに分担して持ちキャラを描いたりとかでどんどん作業を進めていくということになります。それぞれの代表キャラっていうのがいるんですかね。ニコナさんは今だったらまあシャオランですよね、うん、あ翼というのは私、いや、でも、あれもね、毎回毎回思うんですけど、後ろ刈り上げにせんかったらよかったなとか。なんでなんですか、それは。あそこだけちょっと手間がかかるみたいな感じ。手間の問題ですか。さんは。まあ、今でしたら、もこなですかね。2作にわたって登場することになりましたし、増えてもいますし、数も。五十嵐さんは。ピフル？ピフルデザインした。翼の、今の、ピフルワールドの、あれイメージキャラシンボルマークシンボルマークに使ってるピフルっていうあの王冠をつけてるキャラがいるんですキャラがいるんですけどそれがなんかその辺適当に落書きしてたのがいつの間にかキャラクターになってましたけど、ね、いくつか候補があったんですか。いやゴミ箱に捨ててたんで私が拾ったんですそんなところからも王冠さん大変じゃないですか。もういろんなとこから情報を得ないとっていうかあのみんなでゴミ捨てしなきゃいけないのでそしたら捨てていたので大事に取っといて。クリーンナップすぐしてるんですよ。いつか役に立つかもしれないのに。なんか絵にしにくいこととかあるんですか？バイク、あ、そうですね、バイク。バイク？はい、あの、主人公のお兄ちゃんがバイクに乗ってるって設定だったんですけど、はい、あの、バイク、やっぱり乗らないしわからないし、一応写真とかも撮っとくんですけど、はい、あの、なんかもう、書くだけでも精一杯みたいな。キャラクターまで余力がいかないぐらいバイク、複雑で大変なんで、なんかもう、次回からは勘弁してください。いつまたバイク出ますかみたいな。で、自転車に変えたんですけど、はい、そしたら自転車も苦しかったしくて。はい、苦しかったです。自転車も勘弁してくださいって。要はエンジンついてるかついてないかの差ですもんね。あの、もう、あの車輪の間のあの細い骨を描くのがもう、スポークを。はい。もうダメですね。でもなんか、あの、普通だったらきっと、そういう苦手なというか、自分たちでは描ききれない部分って、アシスタントの方で得意な人を呼んできて、例えば背景が得意な人とかに描いてもらったりとかっていうことって、きっとあるような気がするんですけど。もう15年ずっと、あ、6年目ですけど、4人でやっているので、今入れても、ちょっと大変ですね。各漫画家さんによっても、はい、指定の仕方というのが、そのスタジオごとに名前があるらしくって、うちもそれはあって。それが通じないので、まずそれを説明するところから始めなきゃいけないので。おそらく、アシストさんに来ていただいて、やってもらった方が遅くなると思います。指示してこう、意思統一して、で、本当に気を、もちろん全く、ある意味こう、外から来た方なんで気を使って、ちゃんと返してあげなきゃいけないとか、気を使ってあげなきゃいけないってことを考えると、おそらく、入れた方が遅くなると思いますね。あの、ストーリーをどういうふうに考えているんですか？そうだな、作品によるんですけど、大体最後のシーンから前に戻るので、大体最終、最後をこういうふうに終わりたいって決めて、それに向けてこう書いていく感じですね、うちは。文章で言うと、起承転結みたいに、こう、はい、ちゃんと組み立てがあって、っていう感じですか、うん、そうですね。昔すごく説明方になってしまってた時期っていうのがあって、その、章の部分が、なんていうんですか、こう、不必要にすごく長く、まあ、それと逆に言えばこう、書き手側は言いたいことなんだけど、ある意味読者にはあまりどうでもいい部分をすんごいこだわってしまってた時期があって、読者が見たいのは、例えば面白いか面白くないかだけで、例えば先が早く知りたいんですよね。でも昔っていうのはそれを謎を延々こう隠していて、引っ張りに引っ張った書き方をしてた時期がやっぱりあって、でも確かにそれもすごく楽しいんですけど、あんまりやられると、もういいやってなっちゃいませんで、それは、見ていてどう思うかっていうよりは自分がこう書きたいからいいじゃないかみたいな時期はやっぱりそれはストーリーもそうだし作画のメンバーにもあった時期がやっぱりすごくあって自分たちが気持ちよければそれでいいで読者が反応を返してくるのが楽しくなっちゃってじゃあもっとじゃあもっとみたいになってた時期があったんですけれどでもストーリーっていうのは実際やっぱり物語があってきっかけがあってで最終があれば物語としては成り立つんだというのが最近分かってきて、多少お話の書き方は変わったかもしれませんね。その考え方は皆さんも共通の認識で。そうですね。絵的にもやっぱりいらないところを
だいぶこだわってたのは、まあ若かったせいもあるんですけれども、そういうとこだいぶそぎ落としてきて、でもちゃんと伝えるようには、書けるようには、ちょっと努力をしてみようと。ちょっとくどすぎたなとは思います。クランプのリーダー大川アゲハさんは大阪生まれ。漫画より読書好きな子供で、お気に入りはミステリー小説でした。もこなさん、猫いつばきさん、五十嵐さつきさん、京都生まれの3人は大の漫画好きで高校の同級生でした。そんな3人が大川さんと出会ったのは高校2年生の時、同人誌即売会の会場でした。あの3人の大川さんの初対面の印象ってどうでしたか？ボブでサングラスして黒いトップに黒いタイトスカートを着ていて、妙に人見知りするような感じでお弁当、重箱弁当を差し入れてくれました。もうどっちやねんって話ですね、うん、人見知りしてるくせにお弁当はお重で入ってきたんだよ。お重でしかもシャープな印象ですよね。黒ずくめで当時あの DC ブランドの全盛期だったんですよ。だからそうやってこうお洋服黒いのが多かったんだと思いますけど。え、特にどこのが好き？あの当時って確かビバユーとかが本当にすごい人気ある時で、小泉京子さんとかが、はい、まあ本当にずっとアイドルの一線だった時だったんで、もうじゃあビシッと固めて。逆に大川さんはどんな印象でした？すごく可愛い子供。子供中学生だと思っちゃったんですよ、最初。すんごい幼かったので、3人とも。特にもうコナは幼かったです。小さかったし。それがどうして、こう、だんだん、ですね、増えてきたんですか？それが本当に元の、クランプの元になった、みんなでこう集まって遊ぶサークルがあって、はい、遊園地に遊び行ったり、はい、公園に行ってボートを漕いだり、うん、夜大阪城公園に夜中に入り込んで、はい、もう、あそこって球場があって、そこのライトを頼りに行ったら花火とかできるんですって、花火したり、っていうサークルがあったんですね。それはサークルっていうのは同人誌ではなくて、遊ぶためのサークル。で、それでみんなすごくちょっとずつ仲良くなってきて、お泊まりとかしたりって時に、仲良くなったんで、最初はその同人誌のサークルで仲良しになったっていうよりは、そういうこうホラー映画みんなで見たりっていう風な仲良しって感じでしたね。仲良くなった4人は他の友人たちと共にクランプを結成。たまたま作った同人誌の一冊が編集者の目に留まり、プロデビューの誘いを受けます。89年に6人で上京、青電でデビューします。池袋の 2LDK に6人が同居。クランプはここからスタートしました。クランプになって漫画家としてスタートしましたよね。そしたらじゃあすぐに、あ、これでやっていけるかもっていう実感っていうのはあったんですか？いやバイト探してたりもしましたよ。無理だと思ってましたし、就職活動はもう終わってたんですね。上京してくる前。はい。就職するつもりだったので、それぞれの実家で、近所で。なんで、きちんと就職活動とかもしてましたよ。あれ、もう泣いてもらってたような状態ですか？もらいましたね。それを蹴ってまで来ましたね。そうですね。しかも東京ですもんね。駆け出しの頃っていうのは、すごく苦労されましたか？そうですね。2LDK に当時6人、本当にデビュー当時6人だったので、はい、2LDK に6人。で、リビングには全員の机を入れていたので、はい、寝るスペースがほとんどなかったことですかね。机6個。6個。もうそれだけでももう 2LDK 潰れそうな勢いですよね。そうですね。食事するのもなんか、もう机の上で食べて。机の上みたいな。私物はどうなさってたんですか？着替えとか、あれでしょ、いろいろ。机の中、机の引き出しの中。机の引き出しこんなんでしょ、だって。これぐらいじゃないですか？入るくらいしか、その頃は。私物がなかったんですよ。うん、で、季節ごとに実家に送り返し。あ、衣替えは。衣替えをしてました。宅急便とか使って。やっぱりその寝るところが本当になくて、はい、だから当時、恋は
机とトーンボックスの間がちょっとこうほら机って足入れる部分が広く開くんで、そこに上半身をはめれば入るんで、まあ寝返りは打てないぐらいなところにはまって寝るのが気持ちよかったんですよ。でも一番快適に寝たのはモコナでお尻で寝てましたから、ドラえもんみたいに一番チビだったんでちょうどお尻入れサイズだったんです。私の身長になるとお尻も入れないんですよ。足が伸ばせないので、はい、彼女伸ばせますから快適。はい、快適でした。寝返りは打てたんですか？はい、打てます。でも、戸閉めてやりましたけどね。うわぁ、やめてって感じなんですけど。ちょっとドラちゃん気分で。はい、いいですね。でも、そんなに寝るスペースもこう、少なかったら、こう、なんか、ちょっとした小競り合いみたいなのとかないんですか？いや、よく揉めましたよ。ここは私が寝ようと思ってたのに。いや、それもそうなんですけど、やっぱり、共有スペースって言いつつも、共有スペースしかない生活なんで、はい、例えば本当に冷蔵庫に自分のすごく楽しみに買ってきたコンビニのお菓子とか、わかんなくて、編集さんの差し入れだと思って食べちゃうと、精神的に安定してると平気なんですけど、こっちもテンパってきちゃうと、もう絶対許さないぐらいのレベルになってくるんで。私のプリンかみたいな。うん、だから途中で名前書くようになったんですけど、やっぱりちょっと精神的な余裕がないと、本当にちょっとしたこともカチンってきちゃうから。まあ、可愛らしい喧嘩程度でしたけど、よく喧嘩してましたよ。誰が一番最初にお風呂入るのかとか。その期間っていうのは皆さん恋愛とかされてないんですか？できないですよ。だってもう、電話も携帯当時ない15年前ですから、ポケベルがあるかないかぐらいの時だったの。あ、ないや。ないですね。時だったんで、電話全部共通しかない。夜ちょっと出てきますなんて、ちょっとってどこよぐらいのレベルの近さなので、抜け出すこともできない。6人でスタートして、現在の4人体制になったのはいつ頃からなんですか？もともとその2人がうちだと、あれなんですよ。小さい時からずっと漫画家になりたかった人たちだったので、ぜひ自分一人でその、なんつうかやってみたいって出て、いつかな。2年にはもう通ってらっしゃったけど、じゃあ3年目ぐらいかな。一人は抜けて、でもう一人も同時期ぐらいにほぼ連れたから、デビューして3年目までぐらいは一緒でしたね。ちっちゃい頃から漫画家になりたかった2人っておっしゃいましたけど、皆さんは違うんですか？いや、もう絶対なれないと絶対なれないと、はい、無理だと思ってました。同じ顔をなんか何コマでも、あれ、コマ数いっぱいあるじゃないですか、はい、1ページに。そんな何コマも何コマも同じ人を描けないとか。猫井さんはどうだったんですか？なんか漫画家になるという間口自体がもうわからなくて、まさかそこに足をかけてしまうなんて思いもしない感じで、普通に美術にやったりとかって感じで、風に暮らしてただけでしたね。本当に勢いで、きっかけがなんか目の前にあったぐらいだった感じです。4人の思う漫画家像っていうのは、何人か漫画家さんで会ってて、なんかいかにも本当に漫画家さんってこんな人なんだろうなと思ったのは萩尾元先生ですね。すごく素敵な方だったんですけど、もう本当にこうお話ししてくださった話し方とか、もうちょっとこう、いい意味ですごく浮世離れしていらっしゃるし、で、実際そのものを作るっていうものに非常にストイックでいらっしゃるので、あ、漫画家ってこういう人なんだなぁと思いました。ご自身たちと何が違うと思われました？やっぱり自分たちが本当に漫画家だっていう、まだ実感が私たち未だにないのかもしれないです。だから本当に美容室とか行ったりして、ご職業はって言われると、いや、なんか、出版関係だっていうみたいなこと言って答えてしまうので、未だに漫画家ですとはなかなか書けないですね。やっぱり漫画家っていうものは、お話も絵も全部ご自分でなさってるもんだろうなって、やっぱり私も小さい頃からの思い込みであるので、私のやってることはこれはどちらかというと映像関係の仕事に近いのではないかと。カメラ切って演技指導してみたいな感じに近いかなと。やっぱりね、この前もちょっと本当に偶然話したんですけど、なんか私たちは漫画家って胸を張って言っていいのかっていうと、なんか漫画家の皆さんに申し訳ないようなというのもちょっとあるので。もっと大きい声で漫画家って言いましょうよ。8800万部ですよ。8800万部。どうなんでしょうね。
デビュー作聖伝が大ヒットし、92年には6本の連載を持つ売れっ子となります。そんなクランプの転機となったのが東京バビロン、陰陽師スメラギスバルが活躍する電気ファンタジーです。物語の終盤、スバルの姉北斗が殺されるというのが大川の原作。それにモコノは納得できず、締め切りが迫る中作業はストップしてしまいます。とりあえず最終回近くで北斗が、まあ、あの死にますっていうのを、はい、あの事前情報として、はい、あの口頭で伝えられた時に発表がありました。はい、あのまだあの原作として手元に来ていなかったと、彼女がとても元気なキャラクターで、今現在私のもらった原作ではとても元気にまだ生きてらっしゃる。活躍してる。ご先生の。はい。いうことね。あの、ちょっと死んだっていうその話の流れがそれ全然理解できなかったのと、あの、まあ、私は一番最初にその彼女の原作を読む読者だったので、はい、あの、もう完全に目線が読者モードになってしまって、彼女が死んでしまうなんてって悲しいし、と思って、それで反発を殺さないでくれって。で、いや、殺すよっていう話をしたら、まあ、冷たかったなと思うんですよ。いや、殺すから、死んじゃうから、みたいな。で、いや、そこまで本気で、こう、なんていうか、読者モードになってるって思わなくて、やっぱりすごい可愛がってたキャラで、彼女もすごい好きで書いてくれていたので、でも私は、初登場の時から、殺すつもりで書いていたキャラだったんですけど、私は残り3人に話を教えないんですね。教えないんですか？教えないです。それはどういう意図があるんですか？ですね、非常にやっぱり絵描き連中は感受性が強いので、はい、例えばあるキャラクターがいつか死んでしまうとかすると、もうそこからメロンになってるんですよ。あの、例えばこのキャラクターっていうのは後ですごくいい人になるとか、このいい人だったのに後ですごい悪人になるんだってことを教えると、そういう演技付けをしてくるんですよ。もうなるほど、もう絵に現れてくるんですか。もう、あ、この人いい人だって思って書いてしまうので、そうするとある意味もう絵がネタバレをし続けちゃう。びっくりがないんですね。そうですね。なるほどね。でもその時五十嵐さんとかね、小江さんはどう感じましたか？それよりも締め切りの方が気になってしょうがなかったので大丈夫かなという止まったな今日はみたいな感じでしたね。結構揉めましたか？書きたくないっていう話だったんでしょ？北斗が死ぬところは書きたくないっていう。あ、って言ったんですけれども、その後にどんどん最終回近づいてきまして、で実際原作をもらったら、まあ流れ的にもとてもすんなりと自分でも納得できてしまったので、あ、こういう風になるんだと思って、でその後はどんなあのちょびっつにしても何にしても、ちょっと前にあのこう最終的にこういう感じになりますとか、この人にはこういう秘密がありますって言われても、あ、とてもその時は聞いた時はショッキングでも、実際原作をもらうと、あの、とてもすんなりといくのはもう経験済みなので、そこら辺はもう今は大丈夫です。この事件というか、このことを経験してクランプが得たものってなんですかね。やっぱりこのキャラクター好きだから、最初の予定は全然違ったんだけど、こうしようっていうふうにやっちゃダメなんだなという、要はもうこの人を気に入ったとか、この子大好きとか、この子嫌いだから死んでもいいとかみたいなような、ある意味そのなんていうんですかね、まあこう読者はいいと思うんですよ、この人絶対死なないでほしいとかは、もうそれはお互いにも絶対やめようで、まあこれからもやっちゃいけないんだなっていうのは思いましたね、プロとして。じゃあ、皆さんの質問にお答えしたいと思います。小さい頃あるいは今、大切にされている本やコミックがありましたら教えていただけませんか？ずっとちっちゃい時から好きで、まだ未だに家に実家に置いているのは、小さな国の物語っていう佐藤悟先生本が未だに家に置いてありますね。私は私は釣吉三平ですね。あの、大人になってからまた買い直してしまいました。私も小さい時ではないんですが、とても古いんですが、エドモンド・ハミルトンのキャプテン・フューチャーシリーズが大好きで、何回も何回も読み返した逆に今も手元に持ってますね。私、横溝正史先生がとても好きなので、横溝正史先生の全集を東京来る時に全部持ってきて、まだ持ってます。はい、
将来漫画家を目指している人に何かアドバイスなどありましたらお願いします。もう数こなすしかないのでとりあえず書きまくるだけですね。はい、ストーリー的にはいろいろ刺激を受けた方がいいとよく言いますが、やっぱりたくさんものをしてる方がいろいろ書けるとは思いますね。桜的な話になってしまいますが、端っこの処理を曖昧にしないってことですね。何か端でここ手抜いても大丈夫だよねとかっていう自分で判断しちゃいけないんで、とにかく端の端まで見てもらってるつもりで手を抜かないってことですかね。とりあえず必ず最後まで書く。非常に一人で書いてるときついと思うんですけど、自分で締め切りを設定して守るようにしないと、もし本当にプロになった時にものすごく締め切りってきついんですね。時折こうどうしてこんな仕事を受けちゃったのかなっていうぐらいきつい時がよくあるので、まずとりあえず自分の締め切り、要は自分との約束としてこの締め切りにしようと思ったら、それを守る癖をつけると、将来本当にプロになった時に少しでもこのなんていうんですか、お仕事としてやっていく時に役に立つとは思います。トップランナーではスタジオ観覧車を募集しています。今後も続々と登場する豪華ゲストの熱いトークを体感できるビッグチャンス、今すぐにメールまたはハガキでお申し込みください。皆さんのご応募お待ちしています。クランプの作品を支えるキャラクターたち、作品の枠を超えキャラクターが活躍するのもクランプ作品の魅力の一つです。魅力的なキャラを作るコツ教えてください。やっぱりちょっとでもやっぱ隙があるキャラクターっていうのはありますよね。隙があるキャラクター、例えばインディ・ジョーンズっていうキャラクターがいて、すごくかっこいい、ちょっとハリソン・フォードを演じてるんで少しおじさんですけど、でも確か蛇が嫌いっていう設定があって、で、それがすごくこっちは可愛いですよね。常に蛇が嫌いで、みたいな。そういう好きだったり弱点だったり、ただ完璧なキャラクターっていうのはやっぱり、あくまでもそれは紙に書いた上のものになってしまって、美形だ、あれもできる、これもできるっていうふうに。キャラクターってどうしても、プラス点をどんどん作家って追加していっちゃうんですけど、そこで、ちゃんとはって、冷静になって、でもこのキャラクター、ここもできない、ここもできないっていうのをきちんと作っておかないと、後で、すごく薄っぺらいキャラになっちゃうので、こういう、なんですか、ダメなところだったり、実はこの人こういうことができないっていうことの方が、それこそ本当にきちんと作るべき問題なのかもしれないですね。キャラクターそれぞれに履歴書を作るらしいですね。はい。要は4人いるので、1人の作家でやってればこれ必要なかったかもしれないんですけど、4人いるんで忘れてっちゃうんですよ。例えば、キャラクターがコーヒーは飲めないって、私だけ覚えて、出てもしょうがなくて、原作で例えば飲み物を飲んでるって書いたとしたら、受け取った作画がそれを忘れてしまう時もあるんですね。で、ついうっかりコーヒー飲めないんでコーヒー飲ませちゃったりすると、その程度のそこはなんともなるんですけど、本当に根本的にこれはやっちゃいけなかったのにってことをやるとストーリーに関わってきちゃったりするので、じゃあもうみんなの共通認識としてこれをちゃんと置いときましょうというのは作るようになる。細かい設定までその履歴書に書いてあるんですか？家族構成。家族構成の時は、学校、クラブ、好きな教科、持ってる免許。持ってる免許まで？はい、書いてましたね。だから、そろばん何級とかそんな感じの。キャラクターが桜の時は小学生だったので。キャラクターを、どういう風に考えていらっしゃいますか？いや、もう可愛い可愛い子供です。だからもう死ぬ時は本当に誰よりも、きっと、こんなん紙の上じゃんってきっと言われるかもしれないですけど、誰よりもかわいそうだと私たちが思ってるし。あともう一つはやっぱり、私たちにとってキャラクターって多少俳優的な部分もあるので、どっちかっていうとなんて言うんでしょう。クランプっていうその世界の中に、私たちにとってはやっぱり、まだちゃんと生きてるような存在に近いですよね。で、用があったら来てもらって、また出てもらったり、っていう感覚かもしれないですね。
デビューから16年、友人として、同僚として、ライバルとして歩んできた4人。漫画家集団クランプが進んでいく未来とは？4人でいることの良さって何ですかね？そうですね。やっぱり、一番最初の読者みたいな感じで見ても4人取り、あ、自分は抜かしたら3人も見てくれるんで、よくうっかり忘れて、この顔これキャラ髪型違うとか、ここの表情だとちょっとじゃないかなとか言ってもらえるんで、そこで直し、じゃあそう受け取られるならきっと他の人もそう取られるだろうなって感じで直していくとか、そうで事前にチェックしてもらえますね、やっぱり。いかがですか、お母さん。うん、そうですね。やっぱり、意見っていうのは、本当に編集者さんにもいただいたり、読者にももらえたりするんですけど、そのチームで仲間で、本当に同じ目標でやってる中で、よしあしだったり、例えばこうアドバイスだったり、お互い言い合えるっていうのは大きいかもしれないですね。アシスタントさんだと、やっぱりどうしてもアシスタントさんと先生っていう関係になっちゃうので。クランプさんのこれからの活動、教えてもらえますか？今やってる連載があって、で、それがちょうど、映画が、アニメーションなんですけども、はい、公開されて。翼と、ホリックっていう、今同時でやっていて、はい、まあ、リンクっていうか、リンクしてますよね、世界観が、はい、繋がっているのが同時上映でやるので、あとですね、ちょっと前に原画展があったんですけども、それがまた、別のところで始まるので、そうやって光源画とかを本当に近くで見ていただく機会もなかなか漫画の絵とかはないの で、ね、で、もし本当に、例えばさっき質問していてくださった方みたいに漫画家になりたいとか思っていらっしゃる方がもし いらっしゃって、そばで見たら、あ、なんだこんなとこ修正してんだなとか、切り張りしてんだなってきっと思ってもらえると思うので、ぜひ本当にそばで見ていただく機会。私たちも本当に小さい時ね、漫画家さんの原画展とか見に行ってすごい感動したりもしたので、なんかすごく羨ましいというかね、なんか同志というか戦友というかそういう仲間がいるっていうのはすごくいいな。だって人生って換算した半分とかね、ですよね。家族よりも濃い時間過ごしてますよね、うん、そうですね、もうそのぐらいですね。これからますます楽しみにしてますんで、なんか広くいろんなところで作品を、はい、発表していただきたいなと。本当に今日は長い時間となりました。本日のゲストはクランプの皆さんでした。ありがとうございました。次回はお笑いコンビドランクドラゴンが登場。お笑いブームを引っ張る2人の素顔が明らかに。爆笑トークにあのコントも披露。幸福絶倒の44分です。お楽しみに。